水の質がとてもいいので、あの東川町のでできたお米を使ってのお酒作りになるので、期待感はもちろんありますし、初めての経験なのでなかなか難しい調整もこれから出てくると思いますけど、いいお酒になるに違いないと自分は思っています。